Hi, I'm Elizabeth Hardcastle. 皆さんこんにちは。ハードキャッスルエリザベスです。ニュースエブリーのこの10月からカルチャーの担当をしています。よろしくお願いします。もうあっという間の1ヶ月で、本当にあっという間です。月曜日から金曜日に出させていただいているんですが、もちろんニュースなので毎日違うことをお伝えするから自分としては毎日すごく新鮮で、よく慣れましたかと聞かれるんですけど、慣れる気がしていないというか本当に刺激的な毎日で、これでいいのかなと思いながら毎日お伝えしています。ただすごく MC 陣もスタッフの皆さんも本当にワンチーム、仲が良くてちゃんと言うことは言い合うっていう雰囲気があるので、こんな私なんですけれど、すごい毎日皆さんが気にかけてくださって、お話をいろいろもっとこうした方がいいんじゃないっていうアドバイスももらいながら、本当に刺激的に1ヶ月あっという間に過ぎてしまったなという感覚です。私ずっと言い続けているのが、明石家さんまさんのファンだという話で、実はもう一度お会いすることができて、いつかお会いしたいというのは一応は夢が叶ったんですが、まあせっかくなのでもう一度今度はインタビュアーとしてお会いできたらなと思います。本当にさまざまなニュースがある中でも、私が担当しているカルチャーっていうのは楽しいことをお伝えすることが多いと思うので、皆さんの中にこの夕方の、忙しい時間だと思うんですが、帰宅だったりお母さんたちは食事を作っていたりっていう時に、パッとエブリィを見て微笑んでもらえるような時間が作れたらなと私はいつも心がけて伝えています。なのでまだまだ未熟者なんですが、これからもっともっと伝え手として、もちろんシリアスなことはちゃんとお伝えしていくんですが、皆さんに笑顔を届けられるようなそんな伝え手になれたらなと思っています。